こんばんは、麒麟の川島明です。今週も日曜の夜にゆるりとお話をさせていただきます。パートナーは、相席居酒屋での決め文句は、俺は3年前に投げたブーメランが昨日帰ってきたんだぜ、のこの男です。どう思う？すごいやろ。なんか、苔とかもついてて、一遍落ちたんかな？水を通って帰ってきたんかな？天使向井です。よろしくお願いいたします。すごい。今夜のゲストはこちらのお二人です。こんばんは、おいでやす小田です。小賀健です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ついにですね。はい。おいでやす小賀が揃ってきてくれました。ありがたい。いやーもう、いやいや、念願のですよ、本当に。本当ですか？珍しくないです。揃いましたね。はい。待ってました揃うの。待ってました。いや、っていうか本当は、はいはい、おいでやす小賀にずっとオファーかけてたんですけど、はいはい、何か小田さんの方が、はい。僕一人がいいという。言うか。あことを言ったことあるんですね。なんか消してました。小賀健のスケジュールを消しゴムで消してました。信じる消しゴムで消せるんだな。消せるやつあります。昔のスケジュールなんか嫌な感じだな。鉛筆で書いてる。いや、それでちょっと今日は二人揃ってくれましたんで、はい、ありがとうございます。いや、どんでもない。こちらこそありがとうございます。忙しい中本当にね、うん。変化気づいてます？え、向井さん。え、小田さん。小田の変化。最近お会いしました？まあまあちょっと前に会いましたかね。まあ、3ヶ月ぶりとかですよね。うん、じゃあ、ちょうどよね。ちょうどですよね。ちょうどよ。はい。全然違うやろ、だ。びっくりしたやろ、初対面で。今日。今日ですか？うん。スタジオもやっぱざわついてるもんな。本当ですか？ええー、大丈夫です。え？騒然となって。騒然。ネット騒然ですよ、今日も。え、うん、はい。え、嘘？え？嘘だろ？ほんまに？嘘だろ？え？引っ越しした。引っ越しした。引っ越しを。引っ越ししたことバレてたらネット騒然やもん、そら。引っ越しもしてるし。引っ越ししたし。したし。はい。しました、しました。え、全然違うんですけど。ちょ、マスク取ってもらおうか。はい、一瞬ね。マスク取ったらわかるわ。ほら、もう、場内騒然。え？ TBS 激震。あ、役者面になってやめろ。誰がやで。誰がこの3ヶ月で役者面なんて。役者面してんじゃねえぞ。してないっすよ、そんな。10キロぐらい落ちてるんです、体重。体重10キロ？な、7キロっすけど。まあもう、はい、10キロや、それ。いやいや、ちょっとさ、多いの言うんやめてください。何がよ。さっき多いの言うん。あれ7キロかってなるから。10キロって言うんやめてください。はい、7キロ、ね、めちゃくちゃ痩せてる。めちゃくちゃ痩せました。じゃあ、とある番組の企画で、はい、やってるんですよ、もう。すげえ。めちゃくちゃ気づかないっすね。そんなんやから。いや、人に興味ないもん。そら。そのぼっちゃりした女にしか興味ないから。やめなさいよ。そう、一番遠いやん。痩せた中年男性。まあまあ、一番、ね、好みから一番遠い。ほんまそれしか目に、さっきも言ってましたよ。本社でぼっちゃりした女性に声かけたら、ガリガリガリクソもやったやて。怖っ！もう、近親近親希望。いやいやいや、ぼっちゃりした女性に声かけんのもあかんねん。いやいやいや、違う。何やってお前、本社で。本社でナンパしようとしたの。あんまりないでしょ。怖っ！違う違う。ベリクソンでした、テヘペロ。いやいや、それはずるそれならずるんじゃん。すごいな、違うかな。それぐらい好きやった徹底してるな。徹底してる徹底してますね。そら興味ないでしょうな、私のことなんか。そら。全国工業やん。本社の中だったら何やってもいいと思ってるんですか。そんなことないよ。吉本芸人は。ないよ。いや、でも全然身内に手出そうとするタイプ。はっきりと言う。はっきりと手出してるんじゃない。手出そうとする。出そうとするってな。うまくいってないから。うまくいってないから。一番最近やじゃん。アイドルさんとの仕事もしてますからね。あんまりしてますけど、いろいろアプローチはするけど、結局、未遂に終わってない。そんなことあるやん、それ。もうガリクソンナンパした終わりやん。いや、いよですね。めちゃくちゃ髪長くてね、びっくりしたわけですね。長くて。いや、そう、だから、小田さんはもうだいぶ今絞っておられる。え、今途中なの？いや、まあ、まあ、先日ね、結果があって、ちょっと私の番組の企画だったりしたんで、はいはいはい、うん、それでも僕は知らなかったんですよ。はい、自分の番組で小田くんが、そこまでストイックに。まあ、これはちょっと内容がまだオンエアされてるかどうか分かってないんで、はいはい、あれですけど、結構ストイックに、はいはい、食事制限したり、うん、ね、トレーニングも、うん。めちゃくちゃやりました、ほんまに。はい、ほんまに、もう、休みなく、はいはい、忙しい中やってくれて、はい、ですけど、はい、確かにそれ振り返ったら、ラビットにもその間何回も来てくれてるけど、はいはいはい、その2ヶ月間、元気がなかった。よくないじゃないですか。いや、元気があってこその小田くんでしょ。マジでよくないですよ。いや、ちょ、ほんまに。これでよくない。小賀健もそう思いますか。だから、漫才あるじゃないですか。ああ、漫才あります。漫才で一番最初に、3つ、よくわからない歌を歌って、はい、
まとめて突っ込むんですよ。そうですね。それが一つ目の笑いなんですよ、明確な。うん、いきなりドーンっていく。はい。花火の一発目。でも結構な力でいかないと、やっぱりちょっと回収できないじゃないですか。確かにな。もう明らかに馬力が落ちてる。いや、あの時 M1 の決勝で見せた。そうです、そうです、そうです。大噴火ではない。はい。一発目でかなりいかなきゃいけないんですよ、あれ。やっぱ普通の人の大声じゃダメなんですよ。だから最初、小田くん抑えめに言ってんのよ。はいはいはい。それを。もうヘロヘロです。ほんまに、お腹に力入らへんと、はい、もう踏ん張りが効かない、マジで。空中で突っ込んでるみたいな感覚なんか。終わったんですけどね、その期間は。はい、うん。で、師匠出まくったな、ほんまに。やっぱり武道刀とか取ってないから。もうだから頭も回らないですよ、ね。なるほどね。何も、ほんま焦点合わへんみたいな。髪質も明らかにちょっと。あ、髪質？もう落ちてる。もう結構ツヤツヤで有名だったんですよ。うん、ああ、確かにサラサラで。メイクさんの中では。はい。だけどやっぱちょっとバサバサになって、ちょっとシワも目立つし。うん。うん、え？ダメ？シワも目立つんですよ。だから、うん、なんか普通ね、キッカーさんと一緒にあのね、ロケあったんですよ。うん、キッカーさんで、ね、キッカー浩二さん。キッカー浩二さんと、あの、他の番組なんですけども。はい、で、そこで一緒に行った時に、普通にあの、小田さんは50歳ぐらいだと思われてました。キッカーさんに？はい、キッカーさんに。50モニカやと思われてた。50モニカ。全部モニカで表される。単位で、あれも、その、CD 出しないです、モニカ。めちゃくちゃダメですよ。ダメですよ、その意味は。聞いてない、聞いてない。聞いてないですよ。絶対聞いてない、キッカーさん。自信ある。自信、何の自信？あ、そう。はい。いや確かにちょっとあの、はい、ボディービルダー特有のちょっとシワ感がそうなんですよ、すごい出てました。だからその、まあ、今はそれはそのね結果発表の収録が、はい、まあ終わってるんですけど、その結果発表の時もっと怖い顔してたから、仕上げあれ水も飲んでないでしょ。ああ、のあの日は飲んでないです。ほら、はいはい、その時も、うん、はい、その実は小田さんがね、2ヶ月間こんなトレーニングやってました、はい、川島さんどうですかみたいな言われて、うん、いや確かにラビット来てくれた時も確かにシャープやと思ってました、うん、あと笑いのクオリティも落ちてましたよって言ったのに、うん、うん、うんって言われていやいやいや、おかしいや、うん、うん、って言われたんです。これもうほんま申し訳ない。やばいんですよ。やばかったですね。あれは絶対あれカットされる。あれやばいですよ。あれやばかったよな。あれやばいですよね。あれはけどほんまにちょっと説明させてください、はい、もうほんま極限状態やったから、うん、なんか感覚的には、なんか海の底から、なんかちょっと聞こえてきたぐらいの感覚、僕からしたら。え？遥か遠くから、なんかかすかに聞こえてきたぐらいの。俺の声が。そう。それぐらいのもうなんか、聴力も、機能せんぐらいの。え？あれやばかったですよね。あれやばかった。いや、3台ぐらいのカメラが撮ってんのに、はい、何にも言わんと。はい。うん？なんだ、飛行疲れた雑魚みたいな。そうですね。タワーバー。タワーバー前。アベシじゃないよ。タワーバー前。なんで2個目のやつやの。アベシの方が有名やろ。マジでタワーはする5秒前に。顔で。マジで。初めてボケられた人間みたいな。マジで見てほしいわ。あ、やばかったですね。はい、わあ、それ放送されてほしいな。月曜の変わらず大会を知るっていう、はい、僕と指原さんでやってる番組の中でやって、もとある芸人さんとね、はいはい、戦うっていう企画に、いやもうこれはめちゃくちゃおもろいですから。向井もでもやったよな。あ、僕やりました。え、一回めちゃくちゃムキムキだって一瞬。はい、いつですか？10年ぐらい前。そうね、7年前ぐらいですね、はい。大阪の番組の。はい、大阪の番組で、ちょっとやりましょうっていうので、はいはい、僕は4ヶ月で。うわ、なんか、はい、ライザップ。そうです。ライザップを4ヶ月やってみよう。あ、で、僕、当時80キロだったんですけど、体重59キロ、21キロ。いや落として。はい。はい。で、その今の小田の症状、もバリバリ出てました。はい、ああ、やっぱ回らへんにゃ、多分。そうですね。本当に俺が海にいるのか、相手が海にいるのか分かんない状態。そうですね。俺と海。俺と海。俺と海。ヘミングウェイ。ロージトゥほら。本当に、収録、最後の収録の前の、ネタ出番で、うん、僕ももうだいぶストイックに、その食事制限もして、筋トレもしてる状態で、うんうん、で、その様を見てた木村くんは、その小賀県は、なんやというね、なんか、全然違う方に行くやん。うん、はいはい。木村くんは、ストイック好きなんで、富士山登るとか。はいはい、はい、はい。そもそもが。俺のダイエットに共鳴を受けて、断食するって言い出して。やってた。そうなんですよ。あの人、はい、流されちゃうのよ。うん。二人とももう、声、めちゃくちゃちっちゃいね。木村くんは断食3日目で、僕4ヶ月で。断食3日目でも、あいつも断食やからな。はい、ゼロ。ゼロ。音響さんが3、8をマックスに上げても声入らなかった。ええー、
もう。あと、愛し恋しさんよりゆっくりやってた。もうお互いネタが飛んでるみたいな状態で。あ、そうかそうか。ボソボソ。スピードもね、思い出しながら。なんてやれんって木村くんも言えんくなってるから。はい、ね。ちょっと見してよ。じゃあ20、あの、これはでもね。はい。あの、寝言のホームページも、ホームページあ、そうです、ね。寝言のツイッターにも載せられるから。はい。これですね。これ見て。ほんまやで、これ。いや、すごい。すげえ。別人だもん。いや、ほんま絶対わかんないですよ、向井さんって。そう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 。うん、で、髪の毛ももう、ちょっと刈り上げたり、ね、はい、刈り上げて。刈り上げて。ちゃんと日焼けサロンも行って。これは別人やわ。別人だ。すごい。別に良くはないけど。良くはないって何いいか悪いかは置いといて。良、はい、くはないって何すごいとは思います。別人やとは思います。別人だけど。あの、面白くなさそうです。なんちゅうこと言い出した、ここけ。これも言われたよ、漫才ここから。全然受けへんねんから。いや、でしょうね。潜在と違う人出てきて。見てください。ラジオを聞いてる人見てください。はい、ネパールの海物語のサムみたいな。こんなショックいいですか三教員ネパール。三教員ネパールや。かっこよくやったらいいですよ。外れるサム出てるやん。あと、ね、海賊版じゃないとダメですよね。ダメだって。ネパールだろう、絶対、うん、あの、普通は同じようが出てくる。三教でもいいや。外れるサムね。外れるサム。出てくるな、外れるのに。ちょっとツイッター見てください。おもろ。それでは参りましょう。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の。すごいよね。先にね、内容言ってしまうし。結構もうほんまに全部言った後それではお楽しみくださいみたいな、はい、淀川長治さんね、はい、僕らでも皆さん覚えてますかね、あの映画をあの見終わった後最後の解説もありましたよね、はい、あったあった後説、はいはいはい、後説ありましたよね、いかがですか、うん、だからですね、映画って本当に面白いもんですね、はい、そうですね、だからあれすごいやっぱ画期的でしたよね、今考えると、いやあれよかった、だから後説がなくなったから、うん、結構前の部分で、はい、結構ネタバレも気にせず言わなきゃいけなくなったっていうのもあるんですよね、うん、なるほどな、はい、後でか、そうなんですよ、あのシーン良かったでしょ、あの時のスカーレット・オハラの表情とか言ってたもんな、言ってました、あれが良かったもん、あれを本当は僕はもうやりたいから、あそこにもうだから元のシステムになんとか戻して、いややってほしい、そして僕がもうやりたいっていう、あれは絶対やった方がいいです、はい、DVD とかじゃなくてテレビの良さが出るから、うん、そうなんですよ、ね、でも出る方でしょ、小田さんはもう、え、作品に映画というか、なんかちょっとそれ触れてくれみたいな、映画の、ね、映画とかそのアクターとしてよ、はい、いやいやいや、そのメッソもない、全然そのいや、そこでさ、メッソもないって言ったら今まで出た作品に失礼やで、もうだからそれあかんからね、何ですか俺、それ嫌やねん、何ですか、俳優の、何が俳優の、やらしてもうたんやろって、俳優の出してもうたんやったら、それ胸張って CD 出した人とかも、俺自分でもそうなの、こがけんもたまにね、川島さんの出したシングルすごくいいですねって、カラオケでも歌ってますって言ってくれて、で番組によっては俺がその出した CD をなんか恥ずかしいでしょみたいな感じで出してくると、これ藤井隆さんに言われたけど、いろんな大人が協力して出した CD を自分がテレビ映った時に恥ずかしいなんてリアクションしたら絶対良くないと、はい、私が胸を出してチームの代表として僕が出したんだという顔しなさいって言われたから、もう CD とかかけられても ありがとうございますって言うようにしてんのよ、はい、それを小田はね、はい、今の聞きました、違うやん、なるほど、じゃあほならほな、ミュージシャンとして、ミュージシャンの観点としてどうですかって言われたらどうですか、川島さん、じゃあこのミュージシャンをじゃあ歌い手として川島さんどうですかって言われたら、なんて答えるんですか、それ今なんて言ったんですか、ああちょっとほんまに、いや、はい、で師匠がまだ続いてるよ、ま、師匠が、師匠がまだ続いてます、もうブドウ食べろ、もうブドウ糖じゃなくて、はい、ブドウをもぎ取ってくる、速攻性だろ、じゃあ俺いつも照れるから嫌やねん、違うよ、それそういう NHK さんともね、いや、それありがたい、ありがたいけど胸張ってほしいよね、違うよ、うん、そうですね、俳優さんとしてどうとかおこがましいやん、だから僕が俳優、じゃあ出ません、出るじゃあ出えへんかって、はい、出る出る、私は力不足ですから、出る出る出ます、出たんやったらやっぱ胸を張ってほしい、出る、小田さんが出た分で どれか他で ね誰かが本業の人を省いてまで、はい、じゃあ私はその人にも申し訳ないから、うん、はい、一生懸命ね、俺は俳優です、なりますよ、そうですよ、何いじってるんですかっていう気持ちで来てほしい、出ます、出るのは出る、僕はみたいな感じ、あんないじけてない、別に僕はおこがましいというだけです、僕は申し訳ない、じゃあ出なかったらいい、出ない、
テル洗い。テル洗いって言った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 。テル洗い、デルワイ、デルワイって言った。どこの首都ですか？デルワイ。テル洗い。デル洗い言うてない。どこの首都？デルワイ。ほんまに。いやいや、ほんまに、ありがたい。謙虚にやらせて、一生懸命。やりたい、やりたいって言う。俳優さんもナレーターもやりたいって。そう、やりたいです。でも、やってるのはすごいよねって言ったら、いよいよ僕なんてっていうのを。それはそうです。今日でやめましょう、それ。それもその肉もそぎ落とし、どう言ったらいいんですか、どっちかどっちか、あれどうすっつって、うん、ありがとうございます。じゃあはい、やらせていただいてます。お前みたいなもんが、おい本当かから、わーい何って言ったの、面白いうち女もうオーケーソワカみたいな、なんか最後ソワカキーみたいなの言ってるやんブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、キリンの川島明です。天心向かいです。おいでやす小田です。小賀健です。今のもちょっとやってましたよ。あら、それはちょっと川島さんに引っ張られました。ウィリアスです。ちょっとね、確かに、うん、役者なの。いや役者、ちょっと ナレーションっぽく読みました今の。だからそういうことやるからナレーションの仕事来てんのに、おこがましいっていう、それなんか誘っといてさ、確かに誘うだけ誘っといて共にしませんみたいな感じ。そんなことない、ちゃんと言ってよ。ちょっとだけやん、もうちょっとちょっとのあれ分かんのか。今日はこんな企画やります。こがけんを気持ちよくさせよう。おお、はい、あれ、あのね、こがけんといえば歌ボケ、はい、うん、まあそれはね、おいでやすこがでも、こがけんが歌って小田君がああって突っ込む、はいはい、これがすごく爆発してめちゃくちゃおもろいんですよ、はい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 、ただね、だいたい 3,4 回に1回の割合で小田君が突っ込みを間違えるんです、はいはい、でこれ打ち合わせをしてないからね、はいはい、ロケとかでは、はいはい、突然こがけんが歌って、うん、小田君がもうそれを察知して急遽突っ込まなあかん、はいはい、もうアドリブ感あるんでそれがおもろいんですけど、うんうん、ちょっと悲しかったことがありまして、はい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 、ラビットの中でも暮らしのキッチンダイオリって料理コーナーやってくれるんですけど、うん、はいはい、でそこで味の感想をちょっと歌に乗せて伝えますみたいな、うん、毎回ね、毎回やってくれる、はいはいはい、でその時に高賀健が俺がね MC やってるから、はい、俺の曲を歌ってくれたの、うん、なるほど、うん、いやいう、それをめっちゃ歌ってくれて、はい、小田君に、いやそれ川島さんの曲や、MC にこびんなみたいなことを言ってほしかったと思うんですね、はいはいはい、で小賀健が俺の歌を歌った時に小田が誰の曲やーって突っ込んだワイプで顔真っ赤だった。恥ずかしい、恥ずかしい、伝わってないことがね、恥ずかしい、少ないですよね、怖かったんですよ、はい、でそういうことでちょっと突っ込みが間違えると、うん、やっぱ小賀健が寂しそうな顔で終わっちゃ う, うんで最近で言うと、あの小賀健がクイーンのボヘミアンラプソディ、はい、歌いますみたいな振りで氷川きよしさんバージョン歌ったんです、はい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 、氷川きよしさんはこの曲大好きで自分でカバーされて、なるほど、和訳してカバーされて、はいはい、それを歌う、めっちゃうまいんですよ、めちゃくちゃうまいし、はい、聞き惚れる曲なんですよ、はい、だからいや氷川きよしバージョン変えって突っ込んでほしかったのに、うん、変なとこ訳すなみたいな、なんか事件ですよ、はいはいはい、これなるほど、でそれちょっと不完全燃焼なんじゃないかな、小賀健が、はいはいはい、難しい、難しいね、うん、難しいですよ、だから我々も今日やる、だから小賀健に今日はちょっと歌ボケをしてもらって、はい、我々3人で正解のツッコミこれじゃないかなっていうのを当てて、はい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 、やっぱ当てられたら気持ちいいでしょ、え、気持ちいいです、あの、うん、だから他の番組で一回歌ボケをした時にフットの後藤さんが、はい、もうバチーンと当ててくれたんですよ、はいはい、あの人なミュージシャンのメンバー、うん、はい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 、当てるんや、だからあ、こんなに気持ちいいんだと思って、はいはい、そうそう、いやけど難易度あって、うん、で小賀健これで調子乗って、あの後藤さんが何でも答えれると思ってちょっと難易度上げたら後藤さんもパニックってましたよそんなことやめろ、そういうこと言うの、だからそれ難易度やって、だからちょっとだから低くから言ってよ今日、うん、ああ、じゃあ、じゃあ、ちょっと、今日のいいとこを考えよう、はいはいはい、うん。じゃあ、まず、だから、まあ、ある程度、まあ、そこまで難しくないところからいきますか、はい、うん、まあまあ、俺と向井は初めてですね、はい、そうですね。はい、じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、やっぱりね、もう、やっぱまあ、ラジオの番組もそうですけども、うん、ね、やっぱ全てって、やっぱ愛情じゃないですか。はい、いろんな人の愛情で、やっぱりこう、作られてるということで、やっぱ、小田裕二さんの、ラブサンバリー。はい、ね、歌いたいと思います。いきます。うん、アングー、
ラララララ Somebody tonight ラララララララ Somebody for life I はい、以上です。これいい曲いったな。これレベル1ですか。これレベル1ですね。これレベル1か。これレベル1です。うわー、なんて言ったんやろ。これはなんとなく思い出したぞ。これはね、当てられる。これレベル1ですか。これはレベル1ですね。うわー、むずいな。これでレベル1は。でも愛やな、愛か。愛か。そうそうそうです。はい。はい。え？できましたか。もうだってこれロケやったらもう出てなあかんねんで。あ、そうですね。そうですね。はい。はい。じゃあ、向井さん。はい。いや、マキシプリーストすな。もう俺はもうほぼ一緒です。はい。いや、マキシプリーストのパート、おー、はい、太田さん、はい、エンディングのダイジェストバージョン。え、どういうこと。なんか技出したんですか。必殺技、呪文、ロボット対戦ですか。はい、呪文じゃないです。エンディングのダイジェストバージョン、なんか最後に、なんかちょっとだけ流れてた、はい、あったかなっていう。いやいや、エンディングではありますよ、確かに。まあ、でも、はい、これ正解聞こう。そうですね。なんて突っ込んで欲しかったのか、はい、もしかしたら正解者いるかもしれません。はいはい、どうぞ。いや、マキシプリーストのパート。やったー、すごいですね、マジでそうです。でも、これ、向井さんも、もう、それは、もう合ってます。それは。マキシプリーストが出たらな。はい、そうです。すごい。勝ちよな。書いてましたよ、俺ちゃん。マジで書いてます。完璧。だって、これ、結構、うん、あの、小田裕二 with マキシプリーストっての、うん、だいぶそれを押してましたからね。うん、マキシプリーストって、それ、いや、うんうんって言ってるけど、え、わかってたけど、そっちを選んだってことですか。いや、忘れてた、そんなん。忘れた。忘れた。レベル1ですよ、これ。本当に。いや、エンディングのダイジェストバージョンって突っ込むの。いやいや、ユニットが過ぎるだろ。マジで。コンビになってない。マジで。やってない。愛がないわ。愛がない。本当に。うわ、すごいわ。愛持ってあげる。川島さん、お二人やったけど、最後までいけるんかもしれん、もしかして。あ、確かに。このままだと。はい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 。よし、じゃあ、はい、お願いします、2問目。いや、もうやっぱ今日もね、やっぱ向井さんと、やっぱ川島さんね、やっぱ素晴らしい、やっぱ金言を残してましたよ。やっぱこれはね、やっぱりペンを持ってね、メモりたい。ということで、I have a pen ということで。じゃあね、ピコ太郎歌いましょう。行きましょう。暗い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 、明るい。明るい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 赤暗い。トントン。はい。これはむずいぞ。でもこれはもう歌もヒントになってますから。これなぁ、すごいなぁ、こがけん、ほんま。とこつくなぁ。ギリギリのとこやと思うよ。だからちょっとツッコミとしては、まずストレートに突っ込んでから、この補足ですね。でもこの補足いかないとちょっと愛はないかもしれない。勝負。じゃあちょっと、はい、勝負、はい、はい、いきます。いやー、 PPAP のカップリング、暗い暗い赤暗い KKAK 歌うな。大勝負いきましたね。なるほど。いや、でもこれ知らない人が聞いたら、あ、そうかなと思えるぐらいある程度気持ちいい、あ、ほんま、やつですよね。はい。あ、そうか。だから、食らいつくって意味では、なんかその、音楽への愛情は感じました。うん、だから、勝負には行った。はい、ありがとうございます。うん、はい。僕、じゃあ、行きますよ。小田くん。うん。PPAP の次にヒット狙った曲。いや、全然。嘘、どっちかだって。いやいや、わかんない。はいはいはい。そうそうそう。いやいや、けど、わかんないわかんない。この曲自体知ってました。なんか出してたんは知ってんねん。2曲ぐらい。なるほど。うん、いやー、そうやな。いや、わからん。じゃあ、川島さんお願いします。いや、それ、ピコ太郎が営業だけでやるギャグ。あー、なるほどね。俺ね、曲じゃ、なんか、その、はいはい、テレビでこの、え？いないいないばみたいな振り付けでやってたんは思い出したの。やってる。嘘、うん、はいはい、見たことあるんですね。見たことあんの。嘘、はいはい、ただ、これリリースしてたかっていう。曲かどうかってことですよね。ああ、なるほど。見たことある人いた。すげえ。すごい。それ覚えてんの、はいはいはい、マジですごいですよ。やってた、やってた。はい。何の記憶？それが、前なのか、PPP の前にやってたのか。なるほど。後かが、めっちゃ迷ったの。なるほど。ちょっと待って、そうか、前もありますね。覚えてるって何なんだろう。ピコ太郎さんは結構活長いから。はい。小坂さんは。はいはいはい。はじゃあお願いします。はい。はい。いや、PPAP やれよ。
それピコ太郎さんのネオサングラスだろう。何ですか？ちょっと審議です。ネオサングラス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 。まず PPAP やれやな。はい、うん、はい、はい。それが欲しいね。そうですね。その後にそれネオサングラスだろっていう。だろ。ネオサングラスだろ。これネオサングラスっていうこの曲で、ちゃんともう動画が出てます。はい、うん。はぁ。これ PPAP の後。これ後なので、これ一番近いのは小田さん。小田か。なるほど。そういうことやな。そういうことだ。ネオサングラス。何の手応えもないですよ。いやいや、当たってる。1位やね、当たってる。いやいや。いやいや、喜ばないと。その、ピンとも来てへんし。ネオサングラスやーってならないでしょ。いや、恥ずかしいの、向かいやろ、KKAK まで。こっちはさ、振りかぶって。振りかぶって。振りかぶって、お前、立派なり。KKAK まで大勝負した方が肩落としてな、ベンチで。誰がそこまで。ゼロゼロにかけたよ、ルーレットやったら。しかも、僕が、いや、気持ちは伝わりましたって言ってる時点で、多分間違えてるっていう。分かってるから、勝負には行ったよなって言って。勝負には行ったよなって言ってんねん、こっち。でもね、これ次は、はい、これは、じゃあか、だから今のはちょっと難しかったんで、うん、ちょっとだけね、うん、間、間、下げます。調整してください。はいはいはい。これはもうちょっとね、はい、いけます。ありがとうございます。いやもう本当にね、うん、もう楽しすぎて今日、ありがたいね。もう本当になんかこれから一緒にもう殴りに行きたくなりますね、プロデューサーのこと、うん、嬉しすぎて、はいはい、あの曲大好き。ということでね、やーやーやー、はいはい、やった、歌いたいと思います。 This is a hard day's night You are alone now。 はい。これはけどどういう意味や。いや、これは簡単って言ってたもんな。これはその PPAP よりかはもう明らかに簡単だと思います。うん、でもまあやっぱこれはやっぱちょっとでも音楽への素養が試されるっていうのはちょっとあるかもしれませんね。うん、もうでもパーツだけですね。パーツで。はいはいはい。はい。こういうことなんかな。振りとか考えるとこういうことなんかなっていう。あ、じゃあちょっと。向井さん、向井ね、すいません、はいはい、お願いします。はい。いや、あんまり表出てないけどリンゴスタープロデューサー確かに芝居て謹慎してたけど。そんなことないし。いや、何、表になってないから ゼロやから。ゼロです、すいません、ゼロなんですけど。ほんまですよ。振り的にそういうボケかなと思っちゃった。振りはそうや、今日プロデューサーね、はい、そうですね。かって言ったから、はいはいはい、そこかなと思った。小田さん、小田さん、いや僕これ音でしか覚えてないから、はいはい。いや、それビートルズの This is the Hard Day's Night。ああ、そういうことやな。まあまあ、うん。いや、だからもう覚えてない、歌詞覚えてない、うん、音しか覚えてない僕は。いや、これね、はい、なんか決めたいところですよね。勝負行きたい。決めたい。はい、お願いします。はい。いや、それを。放題つけられた時、ビートルズがやってきた、やーやーやーっていうタイトルになった、ハードデイズナイト。正解です。すげー、すごい、ほんまや。そうやね、そうです、やーやーやーやってきたさ。ビートルズがやってきた、やーやーやー、はいはいはい、あったわ。正確に言うと、やってくる、やーやーやーなんですけど、でももう、いや、やってきた、はー、やーやーやーと思われてるんですよ、ほとんどの人に。うわー、やーやーやー、すごい、すごい、完璧。やってくるやん。でもすぐ出てきたんですか？最初浮かんだのは、はい、ビートルズがこう、羽田空港パン来た時の、タラップ降りてくる、ハッピー来てる時、絶対この曲流れてたなって。そう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 。本当にそうです。そうなんですよ、はいはい。富士っていう飛行機。はいはいはい。はいはい、なんでその和訳つけられてんねんっていう曲なんですよね。この放題引っかかるんですよ、絶対に。だから、結構覚えてて。いや、素晴らしい。ビートルズがやってくる、やーやーやーでした。うわ、すごい。すごい。いやー、じゃあちょっとね、これもじゃあラスト問題出して。ラストラストラスト。ラスト。じゃあ行きましょうか。お願いします。いや、ほんと今日はね、ポー楽しさということで、この曲をね、歌いたいと思います。噛まないで入れ Get yourself in the beat Have some chicken Have some more pie It doesn't matter It's a bonfire Oh, eat itはい、ありがとうございます。何が、何が、うわ、何か起こりました今。明らかに違う部分がなかったですか？うん、なんか、うん、なんやん、これは。だから、それをもう予想で探すしかない。おい、誰か隠すなと思ってきてくれ。まだ分かってない、ラジオが。俺、海底で歌ってないからね。うん、そうよ、うん。これ聞こえてるよ。そうですよ。うん、
想像力で補填するしかない、もう。もう想像力、いや、ほんまに、だから、あるパーツをどうやって繋げて、どうやって突っ込むってことはボケになってるから。はいはい、はい、そうですね。何かが起こってるってことですもんね。これ、ちなみにこの今歌った曲は、世界中で大ヒットしてます。向井さん。はい。いや、出てきて1分40秒無言だった中東でのライブで披露したその国の歌詞で歌ったビートウッドか。ああ、なるほど。ルーマニアやったっけ？はい。ルーマニアとかでしたよ。わかりました。ご当地ジャクソンやったっけな、そんな。そんな。なんかありませんでしたっけ、そんなリップサービスありますっけ。いや、でも、はい、いいですね。いや、すごい。あ、何度も見ました、はい、ね、ライブ映像。はい。小田。僕行きます、じゃあ。いやいや、マイケル・ジャクソンいじった入れ歯の CM ソングなるほど。いや、わからん。なんか、入れ歯ね。もじった入れ歯の CM。うん、CM ソングね。その、そう、日本の昔やってたみたいな、うん。やってた可能性がないかという。はい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 。感じ、うん、確かにね、やるもんね。そう、CM でね、替え歌。じゃあ、これ、ヒアリングテストやった俺知らんよ。はい、こんな歌があるかどうかは。はい。いや、それ、ビートイットのパロディーしてる、とにかく食べまくれ言うてる、イートイットやないか。なるほど。ああ、なるほど。正解でございます。え、マジで？ちょっと待って、待って、嘘。ちょっと待って。本当です。え、ちょっと、これは、あの、アルヤン・コビックっていう、あの、作曲家がいまして、うん、てか、あの、コメディアンみたいな、パロディーで、いろんな歌を歌う。それを、あの、ビートイットにかけて、イートイットっていう、食えという。ほんまに？とにかく食べまくれって。え、嘘やん。食べまくれ、そうです。あの、接待じゃなくて、これ。太ってる、その、PV がもうめちゃくちゃ、あの、その時大人気だったんですけど、それが、めちゃくちゃ太っている黒人のヒップホップみたいな人たちに、物を渡されて、パイとか言ってたよな。俺は、食わねえよみたいなところからこの曲が始まる。アリアン・コビックが太くなって、それすごく、曲のタイトルがイートイット。それ聞いて歌聞いたら分かるんですか？え、イートイット。いや、イート、いれって、イートイットとは言ってる。あ、なるほど。途中で、なんかパイとか出てきたのか。そうです。はい、今、もう一回歌ってもらって。ちょっと。イレー、イレー、ゲッチャさんはエグビレッ、ハスモチキン、ハスモパイ。パイ、言ってる。言ってる。チキンも言ってた。とか、パイなんて、はい、いや、途中の歌詞が違うから。うん、で、食べ物やと思った。食べ物や。で、結局、もう一発、追っかけられたら、うん、いや、ひょうきん族にゲストで出演したとき、食え、食えって言ってたけど、です。いや、あなた大変ですね、仕事。でしょ？これは、まだやってんの？いや、だからできてないんですよ。これですね。っていうだから。そうです。そうそうそう。そうそうそう。そう。問答無用、文言関係ないことになってる。いや、すごい。すごいっすわ。いや、でも川島さん、川島さん、頑張ったよ。めちゃくちゃすごいですよ。ほぼ完璧もう。だって、アリアン・コビックっていうやつとかも知らないし。ほんまに知らん。こんな曲聞いたことない。見たこともない。ない。アメリカっぽいじゃん、こういう替え歌が。はいはい。だから、これだから川島さん、だからそれを知らなくてここまで突っ込めるとしたらもう本当素晴らしいです。そうね。相当っすね、やっぱり。いや、もうめっちゃ、バケモン、バケモン。バケモン、バケモンっすね、やっぱり。いや、そりゃ売れるよ。いや、あんまり言わない。求めろよ。こんなにやってんの。やってんの。恥ずかしい。うまいわ。何やねん、この終わり。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。睡眠、それは日常のパフォーマンスの鍵を握る大切な時間。人間に秘められた可能性を目覚めさせるのは睡眠の時間かもしれません。ブレインスリープピローは睡眠科学の観点から開発された新しい枕。睡眠で最も大切な黄金の時間である寝入り始めの90分間の快適さを追求しました。釣り糸のような透明な特殊繊維で適度な弾力と快適な通気性を実現。さらに1週間で頭の形に合わせて枕の形状が変化、オーダーメイドのようなフィット感をお届けします。ビジネス、スポーツ、アート、そしてお笑い、さまざまな分野で奮闘する全てのブレインアスリートへ。睡眠で目覚めよ、あなたの可能性。グッドスリープ、グッドライフ。詳しくはブレインスリープで検索。ブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言。ブ
ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言、麒麟の川島明です。天使向井です。おいでやす小田です。小賀健です。やってるやん。いや、もうええから、なんでええから。なんだ。お前、プリプリの時思い出せよ、お前。おいでやすって言えよ。ご当地市場。何をおいでやす。やりますよ、別に。はい、求められれば別に。どうも、麒麟の川島明です。天使向井です。おいでやす小田です。小賀健です。求めていいやそれそれ。求めていいやそれ。求められていいやそれ。いや、受けると、受けるとかじゃないから。はい。それそれ。何のためにご当地市場いる。それ。受けへんし、盛り上がらへんし、何のためにやるんじゃ。それやったら、はい、ということで、今日はこんなメンバーでこちらのコーナーです。グッドスリープラボ。はい、皆さんいい睡眠できてますか。はい、ここグッドスリープラボは最高の睡眠を研究する研究所。いい睡眠で月曜日からスタートダッシュ決めてもらうために、毎週睡眠に関するトピックスやグッズなど研究成果を紹介するコーナーです。はい、まずは番組にメールが届いてます。こちら、ラジオネームひじクラッカーさんからいただきました。うん、ありがとうございます。はい、以前まではお風呂はシャワーだけで済ませていましたが、寝てもなかなか疲れが取れないことから、今は毎日湯船にじっくり15分間浸かるようにしています。はい、よく眠れるようにはなったんですが、この15分間の過ごし方が分かりません。はい、スマホ持っていて壊れたら嫌だし、本や漫画が濡れるのもちょっと、どうやって過ごすのがいいのかアドバイスをもらえませんか、ということで。うんうん、どうでしょうお三人さん。あ、俺らに聞いてんの？当たり前でしょ。だ、誰に聞いてる？リスナーとリスナーってあんの？そこからメールもらうわけない。仲介役かと思って。仲介役しないですよ。はい。5% もらうとかないし。いや、俺ね、昔なんかテレビでもう、なんか、これ俺だけかな、やってんの。はい。湯船使って、はい。なんか7秒息を吸うと。はい。で、7秒息止めると。はい。で、7秒かけて吐くみたいな。はい。はい。これを7回やるっていう。はい。はい、その呼吸法的な。それをやるとどうなるんですか。怖くないですよ。いや、怖い。聞いてるんですよ。めっちゃ見てるから。逆に言うから。聞いてんねん。それが、なんかすごくリラックスできますよっていう。へぇ、で、結構時間も取るから。はい。なるほど。別にそのお風呂入ってないくてもいいっちゃいいんやけど、最初4秒息吸って4秒息止めて4秒吐くとかを始めてもいいけど、慣れてきたら7秒間でやった方が、なんかすごく、なんていうの、心が整いますよ、うん、みたいな。なるほど。実際それで川島さんも整って。整ってます。へぇ、あると思います。あ、言い方があれ急に、久しぶりに。イニシエ。イニシエじゃないけど、岩手で頑張ってますけど。そんな昔じゃないです、はい。そう、岩手で頑張ってんだから。イニシエの。これどう？やってみたら？いいですね。いいですね。あれでも一回ちょっとやってみると全然。いい時間のね、うん、ゆっくりね。ね、確かにな、いいですね。小田君どうですか？僕はなんか喉にいいって聞いて、うん、鼻の下まで湯船につけて、なんか、っていう、なんか発声があるんですよ。それがなんか喉にいいって言って。ブクブクブクってなるってこと？ブクブクってなる、うん、鼻をつけたらブクブクってなるんですけど、うん、口だけ。口だけ、口はなります、ブクブクと。じゃあ、ブクブクってなる？なるんじゃないですか。なってたかな。まあ、多分そういうことですね。え、あ、口は開けない。開けたら死んでまえないか、そんなもん。鼻が出てるし大丈夫やろ。鼻が出てる。冷静。パスタみたいに言うな。いや、言ってないでしょ、それ。それに関しては。それに関しては。それに関しては言ってないでしょ、言ってない部分もあるよね。今、当たり屋ですよ、ね、今の。みんなでいじめるか。いや、やってない。さすがに、そんな時間あるか。あれ、小田くんってもう枕あげたの？あ、もらいました。はい、まあ、使わせてもらった。まあね、お礼こそないものの、うん、本当に。いや、お礼はみんなね、してますから。してますよ。してますよ。高級枕でしたから。もちろん、もちろん、ありがとうございます、本当に。前はなんか、小田くんにもあげて、はい、奥さんのは買ってね、みたいな。はいはい。なんかそんな話終わってたんちゃう？なんかね。うん、だから、まあ、買われたってことですよね。うん、そういうこと。はい。夫婦の夫婦枕じゃないですけどね。素晴らしい。夫婦ブレインスリープということで。うんうん、はい、どうですか？どうですか？奥さんは何て言ってますか？なんだ？なんだ？なんだ？バカ野郎。なんだ？なんだ？なんだ？笑い中。なんだこの野郎。いや、ちょ、奥さんはなんて。いや、奥さんは使った感想。言いましたから。何ですか？なんだこの野郎じゃなくて、小田さんが使った感想、奥さんは今、まあ、ブレインスリープの枕使ってなんて言ってるのかな、なんだよ。ちょっと電話してもらっていいですか、ね、なんでだ、なんだよ、なんでだよ、電話だけ、なんでだよ、いやいや。じゃあ電話はいいかい、なんて言ってるか言ってください、ちょっと。まだちょっと、僕の分しかまだすいません。いつ来た小田。いや、ちょ
ちょっと、まだ、ま、ま、その、アマチュア出席やめろ。速報。やめろ、そうだ。入りました。大ニュースみたいにやめろ、その、ちょろいの。そうです。それもダメだ、やめろ、やめろ。来たんや。やめろ。え ?3 月、3月。3月、3月に来たん、もう半年。やめて。半年。8ヶ月。ちょ、それはもう。8ヶ月間奥さん枕なし。いや、なしっていうか、ゼロ。ちょっと、いろいろ立て込んでて、もうすぐです、本当に。もうすぐ買いますから。あかん。今。今。いや、わかん。便利な世の中、ネットで買い物ができる。今も、でも確かすぐ買えるから。まあ、いや、全然、はい。だって約束を。わかりました。奥さんに買うからっていうことで、小田さんにプレゼントしたんですから。わかりました。はい。まあ、はい。買い替えます、買います。今目の前で買ってきて。うん、そりゃそうだよね。そりゃそっちが買わせてみたいになってるけど、いやいや、全然全然。そういう約束やったから、はいはいはい。奥さん買わせて、一回電話してよ。だからなんで電話せなあかんねん、だから。聞きたいから、電話せえへんって。向井が声聞きたいって。もうやめて、気持ち悪いな。太ってへんわ、うちの嫁。頼む、頼む。頼む、頼む、頼む。言い方が怖いんですよね。違うもん。喋りたいって、人の嫁と。どんな先輩やねん。貸して。え、5年スロー。5年スリップ。いっぱいあるから、種類がね。そうですね。高さがあるってことですよね。マットレス2件。やめちゃう。枕にしてくれ。えらいゆっくりめの枕にしてくれ。枕にしてくれって。はい、ローがありますから。ローにしてくださいじゃあ。ブレインスリー。ローこれですね。ローのマ、ちゃんとやってくださいよ。はい。ローの枕にしてくれ。ちゃんとこれ買ってもらいますから。ね。いや買いますよ。それちょっと立て込んでただけやからこっちも。いやうなぎのページ見るな。うなぎのページ見るな。うなぎ。おい。うなぎのかば焼き10人前カートに入れていく。カートに入れなぜやカートから間違ってくる。うなぎこれが本当のカート小判。なんじゃそらすいません。ちゃんと、あ、ちゃんと芯を食ったツッコミが出ましたね。ありがとうございます。なんじゃそらでしたね。もう、わかるこれもう。じゃあ、後でね。枕買いますから、枕。じゃあ、小賀県は小賀県は寝るときのこだわりは、直前に、カモミールティーっていう。ああ。うんうん。飲んだりする。お茶だ。結構紅茶いっぱい何種類か持ってまして、カモミールティーがすごい寝る時の、なんかちょうど。いざなう。いざなう感じが。カフェインは入ってないってこと？あ、カフェイン入ってないです。ああ、じゃあいいんだ。はい。なので、それを飲んだりしてますね。で、なんかちょっと体を整えて、で、お風呂から上がってすぐ寝ないようにしてます。あ、それを言いますよね。はい。で、ある程度、ちょっと体が、温度が下がってきて、そこをカモミールで迎え撃ってからの睡眠。なるほど。まあ、お聞きの通り全く寝られてないというところで、ちょっと用意しました。持ってきてください。すいません。寝られてない。今回は寝られてない方のためになんと、寝られてないとは言ってないですよね。枕マットレスに加えて、はい、今回、11月29日まで幕開けで、クラウドファンディング実施中のブレインスリープコンフォータパーフェクトウォームも用意しました。はい、あら、はい。こちら、発想魔法瓶構造となってる、うん、はい、こちら1枚でございまして、なんとこれ1枚、究極に暖かい掛け布団用意しました。見て、この、布団の神。見て、断面図。あそこが。わー、すごい。確かに。あれ中身ですか？そうです。すげー。発想やで。この薄さで。いろんな。発想やで。そんな見えないですよね。その、うん、薄さで。え？ね。ほんまにすごいですよ、これは。これで、ポカポカですから。はい。そう。すごいでしょ。ちょっと寝てみ？ね。小賀県、これは。いいですか？いいよ。小賀県、これはね。カモミールに加えて、これあったら最高よ。カモミールいらず。いっちゃってください。カモミールいらず。カモミールが恥ずかしい。まずマットレスも枕も初体験かもしれないですけど。あ、そうですね。全部初体験。どう？これ、いや、これはちょっとめちゃくちゃいいかもしれない。そうでしょ？軽いんですけど、はい、ちゃんとポカポカあったからです。そうですね。って言ってる間にちょっと小賀健さんが寝てしまったんで。そう、あ、寝ちゃった。これまた変な寝言言うんですよ。寝たら言うんですよね、変な寝言。変なこと言うわ。あ、これなんか言うぞ。年金ちょうだい叫んだ。年金ちょうだい。はい。いいですね。起きてください。大丈夫ですか、小掛けさん。国に言ったんですって。はい、うなされてる。これちょっと、掛け布団の能力かどっか分かんないですけど、はい。体が熱々なんですか？熱々でしょ。これはもう掛け布団のおかげ。掛け布団のせいです。普通、か体冷えるで、今の。そうですね、発想あるから。発想がすごいから。そうそうそう。これはすごいです、はい。素晴らしい。小掛けさん。はい。枕。今使ってる枕と比べてどうでしたか、はい、っていう話。僕これちょっとね言わなかったんですけど、実は
ブレインスリープ自分で買って使ってんですよ。自腹ブレインスリーパー、しかも僕でも ローを買って、うん、あ低い方か、あの普段あんまりその高くない方がいいので、うん、ローを買ったら、うん、でもやっぱり普通のやつが良かったなって、普通の知らんからね、はい、なって今普通のでね、ローを奥さんが使ってます今。あじゃあえ、あじゃあ自分で買って、はいはいはい、ロー奥さん使って、はい、今枕難民、はい、枕プレゼント、やったやった、これは嬉しいです。これはもう必然的にこれは奥さんも喜ぶし、山、はい、田さんはすぐ購入していただいて、はい、ローね、奥さんロー、はい、買います僕はロー3つで、3つで、はいやないか、じゃあ縦に積んでよ、プレゼント、バカ、まあ、ありがとうございました。よし、今月もお給料入った。あと数日で今月も終わり。最近は一日一日があっという間だ。ふと気になってブレインスリープの睡眠計測アプリで睡眠の記録をチェックする。やった、今月は先月よりもよく眠れているみたい。そうだ、来月の予定も確認しておこう。あ、あと2週間でお母さん誕生日か。遠い田舎で暮らす母親は実家でどんな風に過ごしているのだろう。仕事が忙しくて今年も実家には帰れなさそうだ。せめて何かいいプレゼントでも送りたいな。私も使っているあのブレインスリープの枕を送ってみようかな。大切な人に眠りを送ろう。グッドスリープ、グッドライフ。ブレインスリープ。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言。この番組はブレインスリープの提供でお送りしました。ブレインスリーププレゼンツ、川島明の寝言。続いてはこちらのコーナー、今週の本望願寺。私の同期で山形県住みます芸人ソラシド本坊さんから送られてきた近況と、スタッフが調べた天心向かいの近況を戦わせるコーナーです。どちらがよりお笑い界に貢献しているか、判定はおいでやすこがのお二人にお願いします。はい、お忙しそうですけども、向井さんも地上波もね、そうです、ネットも全部出て、言ってもちょこちょこやらせてもらってますし、うん、イベントなんかもありますね、はい、やらせていただいて、もう本当に精力的に動いております。そうですね、はい、じゃあ向井さんの近況から発表いたします。はい、日本テレビの特番ポテンシャル研究所に、はい、キスマイフット2の宮田さんをドッキリにかける役回りで出演。仕掛け人ですよ。はいはいはい。仕掛け人。自分が挙げたアニメの T シャツを宮田さんが着ており、ペアルックになってしまい、まんまと関係性をアピール。あのさ、ほんま、ネットニュースよりひどいのはやめようよ。なこれ誰これ、ほんま、悪意。悪意なんだよ。いや、悪じゃない。まんまと別にさ、ペアルックになれと思って着ていってるわけじゃないから。いや、こんなこと、だから数ある T シャツの中で自分着ていきます？いや、わかんないですよ。宮田さんが着てくるかどうかもわかんないじゃないですか、別に。いやー。まあ、ねえ、着てくる可能性もあるっていうのはわかってたってことですもんね。そういうことです。ちょっと飛んで喋ってんねん。くっそ。なあ。10月22日、天心向かいの地元、はい、広島県福山市で行われたアニメイベント、うん、福山アニメに2日間わかって参加。はい。はい、ドラマ CD を手売りしたり、うん、トークショーやイベントの MC を務めたり、はい、大活躍。故郷に認識、うん。トークショーでは番組で知り合った19歳の TikToker とご飯に行ったことも明かす。なんでやねん、なんで、ちょっと待ってくれ。あれちょっとなんでそれバレてんの、怖っ。それダメ、ダメなんじゃない、なんでそれバレてんの、君見に来たの、広島。それっていいんですか。いや、ちょっと待って、その前に。なんでこの情報が出てんの。まず、まあ、一応、フォローすると、番組の企画で、うん、まあ、なんかね、カップ、はい、まあ、ネルトンじゃないけどさ、うん、カップル成立みたいな、はい、の番組の中で、はいはいはい、向井さん、19歳の TikToker、女の子と、結ばれたのよ。はいはい、番組でね、はい。なるほど。すげえ。ただ番組でですね。まあまあ、はい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 、はい。それはまあ、お互いちょっと見せる部分もあるからさ、はいはい、TikToker の方も、ほんで、向井も、誰言ってんねんみたいなところ、はいはいはい、落としどころだったのかなと思ったんですけど、飯行ってるやん。いや、それはまあ、その。え、OK なんすか ?19 って。いや、そう。これダメよね。ダメじゃないやん。OK やから番組として成立してるわけで。いや、それは。それは、いや、番組はわかるけど、プライベート飯はわかる。ぐっと犯罪度が。はい。いや、19歳のこと普通にご飯行っただけじゃないですか。お昼ご飯か。お昼ご飯に、
あ、それだったらまたね、なんか食堂行ってランチで、はい、まあまあ夜ご飯でしたけど、お前ほんまにことの重大さ分かってるのか。来た来た。43歳。はい。オタク、はい、芸人、うんうんうん、19歳、TikToker、はい、ご飯に誘って飯、はい、割り勘きついって。割り勘とは言ってないよ。怒ってるよ。19歳に割り勘さすか。きついな。割り勘じゃないから。割り勘じゃないですよね。うん、多めに渡してますよね。誰が73で。誰が73で。1万2000円のところ2000円だけ出してないよね。な。行ったん飯。行きました、はい。その子が餃子を好きって言うから餃子の店。大丈夫ですか、はい、ほんま。え、これ企画びっくりしちゃった、ちょっと。それなんかカメラついてきた。そうですよね。いや、さすがにそうですよね。そうやんな。アベマさん。ね。カメラはついてきてないですよ。あ、じゃあ YouTube だ、その子の。いやいや、全然何もそういうのなく。あ、ちゃんとあの、向こうの人のやっぱマネージャーももちろん。うん、そりゃそうや、だって。はい、そうですよね。やるかよ。はいはい、はい。さすがにね。うん。いや、二人きりでしたけど。パパ活座吉本やん。誰がやねん。誰がパパ活座吉本やねん。なあ、パパにゃ、パパにゃ、出た、出た。これ操作しますからね。なんでやねん、なんでよ、これ。むしろなんでバレてんねん。どういうことなん、マジで。え、これ今オンエアできてんの？できてますよ。大丈夫。収録。これは、11月2日に収録されたものですね。はい、いやいや、違います。流れてるよ。ピンチヒッター必要やったら僕らがちょっと。いやいや、そうですね。はいはいはい。来週分からは。19歳とご飯行っただけです。向井の会話全部切らないな。むちゃくちゃ大変。だから念のため。KKKK だけ流そう。念のため、川島さんとおいでやす小賀だけのやつ取り直します。なんでやねん。はいはい、なんでやねん。違うって。なかったことですね、ほんで。向井がいたみたいなことも言ったんです。はいはいはい。なんでなかったことをすんねん、19歳と餃子食べただけで。怖いこと言ってんねん、だからほんまに。それが逆に、それを胸張って言ってんのがちょっと怖いね。29歳とご飯。29歳やったらいいけど。19歳と餃子。歳と娘の年ですよ、19なんか。お前で、24の時の子やん。うん。はい。ダメなん？ちょっと怖ない。ちょっと怖ない、でも。これマジで怖ない。いや、俺ちょっともうそうっすね。いや、もうやっと思ってるからあれやけど。ちょっとでも怖い。犯罪者の言い方、マジで。そう。マジで犯罪者の言い方。これはちょっとこれからの寝言でも。ちょっともう。ちょっとめっちゃ怖いねんけど。マジで。いや、俺はもう分かるよ。これダメなん。ダメだ。ダメなん。これ近況報告のコーナーで、ついに逮捕が出るの。嘘だダメだなぁ。ボロじゃないよ。ちょっとこれは引き続き調査します。ちょっと今日の時間がね。そうですね。これだけじゃまだわからない。理由はなかったんで。本坊ガンジさんの近況をいただきました、はい。5時間リレーマラソンというイベントに参加しました。はい、生中継をしたり、自分たちも走ったりしました、うん。仮装して走っている人もたくさんいて、コスチューム賞というのを僕らが選んで、最後に発表するという展開になりました。バイデン大統領のマスクをつけて走っていたチームを選びました、うん、表彰式でよく見るとただのおじいちゃんでしたマスクなんかかぶっていませんでした、ちょっとおじいちゃんは慌ててつけひげだけつけて表彰式に来てくれたので助かりましたなんだそれ嘘でしょマジで。バイデンのマスクつけてるやん。おじいちゃんやのにおもろー言って選んだらマジのバイデンや。山形のバイデン。似てたんかな。めっちゃ似てたんちゃう。山形のバイデン。すごいな。非常に山形。すごいな。面白いニュースいただいております。すごいな。それではどちらがよりお笑い界に貢献しているか判定はおいでやすこがのお二人にお願いします。せーの。向井さん。おっと分かれました。ドローです。この件は本坊だ。あ、だって向井さんの方をピックアップしちゃうとだってもしかして使えなくなったり使えるって切れない。ダメじゃないですか。だからもう比べてもないやんけ。じゃあ比べてもだって本坊さんの方しか使えないじゃないですか。もう一つ小田さんは怖いです。これを使おうとしてるから、はい、いやもうダメなんの言い方がもうやばすぎて。やばちょっと警察に巻き込まれたみたいなダメなあれはもうやばいっすね。あれ絶対ラジコで死ぬほど聞こうダメなおもろすぎましたね。ダメないよ。ダメだよ。向井19歳と餃子食いに行ったらダメないよ。向井はそんな向井はダメなんダメないよ。ちょっとやば、ね、以上今週の本坊ガンジでした。
番組では皆さんからのメール、タレコミお待ちしております。タレコミ。宛先はすべて小文字で、寝言、アットマーク、tbs.co.jp。寝言のスペルは negoto です。番組ホームページや公式ツイッターアカウントでは、スタジオの様子などの写真も、向井さんが激痩せした時の写真もアップしております。そしてツイッター連動企画ですが、今週も逆大喜利です。とある一つの言葉を答えとして設定しますので、その答えに合った大喜利のお題を考えてください。今回の答えはネオサングラスです。ああ、なるほど。ネオサングラスという答えが面白くなるような大喜利のお題をツイッターに送ってください。ツイートする際はハッシュタグ川島寝言、ハッシュタグ逆大喜利をお忘れなく。優秀なツイートをしてくれた方には1ポイントです。5ポイントでブレインスリープの枕ゲットです。すごい。締め切りは11月19日土曜日となってます。そして川島明の寝言、放送から1ヶ月間ポッドキャストでも配信されます。ラジコのタイムフリーとともにこちらもチェックしてください。さあ、ということでお二人、おいでやす小岡のお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。何をやるか分かってますよね。収録終わったらすぐ、あのロータイプのブレインスリープを交わして、ああそうですね、送ったように、うん、ありがとうございます。 うなぎはやめときます。いや、それでもさ、奥さんもね、寂しいじゃない、なんか。食パンばっかりじゃ寂しいよ。いや、なんでそれ、ずっと関東弁になるんですか、かわそうとするとき。トンネルズさんみたいな、イメージが。かわすと言ったら、かわすって。ノリさんみたいになるから。この件もありがとうございました。いや、ありがとうございました。もう本当歌ボケがだいぶね。あ、そうですね。だいぶ僕的にはもう本当嬉しかったです。勝負しましたよね、結構ね。はい。またちょっと遊びに来てください。はい。ということで来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手は、麒麟の川島明と、天地向かいと、ウィリアス・オダと、こがけんでした。飲んでやったんだ。もういちいち。ほんま、じゃあいちいちはこっちのセリフや。捕まるの分かってたし。で、いや、捕まるの分かってたし。終わるよ、じゃあなんで。呼び水をさ。もうないねん、時間スルーでいいでしょうよ。もうあと天心向井とって言ってないバージョンも撮るから。なんで使え、なるだけね、使いましょう。本当に使え、ダメだ、使え、ダメだ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 、ダメなん交番、ダメなん交番、ダメなん交番するか、怖。それでは皆さん、グッドスリープ、グッドライフ。